はい、どうも、レキです。今日はヒッセンを使って戦っていきたいと思うんですけど、普段、俺がヒッセンにつけるギアは、イカ速か、まあ、インク系なんですけど、あんまメイン精度をつけないんですよ。なので今日はこれを 3.9 つけて戦っていきたいと思うんですけど、まずメイン精度をつけるとどうなるのか、試し打ちでちょっと見ていきたいなと思います。どうだろう、これちゃんと濡れてるかね。どうだ、あ、まあまあ、まあまあか。わかんない違いが、振ってて違いがすのわかんない。あ、でもなんか足場濡れてる感じがする。はい、間違えしました。ムツゴロウ縄張りバトルです。よろしくお願いします。まあ、正直、メイン性の違いがですね、わからん、あー、ヒデオくんが味方に言うね、勝っていきたいところですね。このけなげな顔を勝たせてあげたい。俺ちょっと塗ろっか。正直、メイン性能の違いはね、あんまわかんなかったんですけど、まあ、足場が少し、濡れるようになってるのかなと。まあ結局ね、振るの早いからインク効率つけた方が絶対いい気がするよ。いや、これ確実にメイン性能よりメイン効率をつけた方がいい。それでも俺はメイン性能を使っている。これダメージは上がったりしないのかな？ダメージは見てないな。あ、マジか。いや、インクなくなってしまったけどナイスです。丸みさが助けてくれた。あれ、これダメージ上がんのか。結構濡れるね。いや、ダメージ上がったら、クイボとのコンボが強いはずだから、多分、上がらないな。昔はね、攻撃っていうギアが、攻撃アップってギアがあって、クイボのダメージとか、武器のダメージの威力が上げられて、クイボと、バケツの、攻撃でね、食い込んでいって敵をすぐ倒せたんですけど、一応まあ、必殺もできるんでナイス。ほら、倒しに行くべ。いや、でも食い棒はインクアーマー削ってくるのよな。下がったか。あんま無理しない方がいいか。一旦下がろう。なんかいますよ。なんでいたの？ダメか。一応必殺もね、食い込んできるんですけど、なんか直撃を当てないとね、倒せないから。あんま狙わなくてもいいかも。食い棒投げてるだけでもいいかも。だから前は食い棒をめちゃくちゃ投げるギアでね、戦ったんですけどね。ちょっとメイン性能は、使い方がよく。降りてきた。オッケー。今は一応、戦いやすかったけど。ナイス。何歳うちだ。後ろ来てるか。お、北の子。わーい、あー、持っちゃった。なんか、いる。倒した。この子倒したいね。あれ？あれ、いなくね？あ、いないぞ、隠れた。あ、そっちにいたか。びっくりした。びっくりした。よしよし、一応メイン制度で、無理強くなったはずだから塗ろう。一応強くなったはずだからな。一応な。違いは俺にはよくわかんないけど、一応な。オッケー、相手ピンチついてる。よーし、ありがとうございました。まあ、これは勝ったから、まあ、ちょっとこのステージはね、よくわかんないか。メイン制度、未だにわかんねえや。まあでも、ヒリオくんを勝たせてあげれたのは事実。ありがとうございました。はい、マッチングしました。ムツゴロウよろしくお願いします。ちょ、二度目のムツゴロウなんですけど。うわ、ネクロい。あ、もうネクロの分俺塗ればいいのか。他人の分塗りたいですね。ネクロが塗れてないとこを俺が塗る。まあ一応塗りは強いはず。なので。
はずなので。一戦でも、すごい、気持ちよく塗れるわ。チャージャー怖いな。あの位置届くのか。塗ってあげよう。足場作るぞ。これが味方。うわ、なんでこんな狙ってんの？結構狙われてないか。あと前？めっちゃ怖いんですけど。ナイス。あ、行こう。うわ。じゃあやれるか。あ、逃げた、落ちたな。実質キルみたいな。いや、オッケーオッケーオッケー。あ、どんまいどんまいどんまい。カーリングボムラッシュ。何、事故るときあるよね。もうなんか苦手なスペシャル、あんまないけど。カーリングボムだけはなんか事故って死ぬ確率多い気がする。あんま見ないしな。使ってる人見ないよ。な、これやれないか。下から倒せるのもでかい。あ、降りてきたね。倒しちゃおう。オッケーオッケーオッケー。うわ、やばい。死んじゃうのか。これなんだよ。これなんだよ、カーリングボムラッシュの嫌なところは。これなの。これが苦手で。うわ、結構塗られた。吸盤ボムも強いなぁ。めっちゃかむしろ。挟めるかな？ナイス。ちょっとカーリング来ちゃった。上来てない。味方が敵を倒してくれる分、俺が塗ってあげよう。びっくり？下は熱いかもな。こっち大丈夫そう？こっち大丈夫そうだな。下かな？いや、来たね。やだ、もうカーリングボム！来てくれ、こっち。あー、くっそ！またカーリングじゃん。俺、カーリングに弱いかもしれない。まずいまずい。いや、でも、メイン性能一応つけてるから。一応ね。うわ、危ねえ。めっちゃ狙われてる。一応メイン性能つけてるので、塗りたくっちゃいましょう。塗り強いから。でも、こんくらい振るなら、インク効率でも良かったんですけど。もう、細かいとは気にせず。ほい、最後、冬ボデ的認知を塗っとく。いや、わからんな。上は塗ったけど、もう下全く見てなかったから、今回。ちょっと、任しちゃったな。微妙いね。あー、ちょっと勝ってた。いや、ちょっとでもいいか。50。塗ってるだけって感じか。はい、間違えしました。ムツゴロウです。よろしくお願いします。あれ、さっきと、位置が逆だね。ムツゴロウ、ステージによって、ちょっと対角線になってるよね。ステージが右側になったり、左側になったり。あと、マップがすごい見づらいっていうのが、個人的にはあります。だから、あんまり、得意ではないと、得意ではないんですけど。ここら辺を塗っといてあげよう。インカーマーを、与える。これでまず、倒しやすくなってると思う。ナイス様？倒してくれてる？まだか。うわぁ。いや、これ倒せるな。いや、マジか！ちょっと。頑張れ、ここいるぞ。頑張れ。普通にやられた。おとなしく塗ります。これおとなしく塗ります。塗る方が、賢いかもしれない、今日は。スプラトゥーンでね、ちょっと、調子が悪い時ありますよね。まあ、一概に今日はいいとは言えないんですけど、うわ、ちょ、チャージャー嫌だな。チャージャー嫌です。うわ、見てるよ。はい。めっちゃ陽気当たったじゃん。うわぁ、嘘！射程長いね。いや、強いな。さっき赤ザップにやられちゃうんだよ。いや、普通にザップにやられちゃう。また戦いたくない。あ、帰ったな。
塗るだけ塗って帰る系か。でもここいつでも塗り返せるしな。で戦いそこまでね、このステージって使う必要ある。来たぞ。パブロはね、射程が短いから走るっていう。逆に同じぐらいの射程は壁掴まないと。バルーンとかあればね。いや、バリアブルローラーはちょっと、やだな。インカーマ変えそう。オッケー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 。ピコ入った、ピコ入った。下は？下は？平気？大丈夫そうね。ちょっと塗ってもいいな。あ、ちょっと狙ってるか。危ないね。クイブで撃退できないか。あ、ナイス。あー、やばいやばいやばい。危ない危ない危ない。なんかパブロ来てたぞ。こっちいない。お、このまま行けば勝てるのでは。今日マジで塗ってるだけだぞ。やばい、ミサイルがやばい。ミサイルがやばいです。いや、インカーもあげよう。ぬれぬれぬれ。ふいふい。マジで塗ってるだけ。マジで今日塗ってるだけだった。いや、でも調子が悪いときは塗るみたいな。ありかもね。ありかもしれない。ありがとうございました。